BTR-4 は、ウクライナで開発された、総輪装甲車。他国の同級車種と同様に、水陸療養性能を備えている。国営の大諸ゾ造記念、ハルキウ機械製造設計局で開発され、2006年6月、アビアスビート2006で発表された。BTR-60.7080、装甲兵員輸送車シリーズでは、後部が機関室になっていたが、 BTR-4 は全部から乗員室、機関室、兵員、貨物室というレイアウトに変更されている。そのため、車体側面ハッチは廃止され、兵員の乗降は上部ハッチまたは車体後部のハッチから行う。エンジンはドイツのドイツ車製の 3TD ディーゼルエンジンを搭載している。走行兵員輸送車型、指揮車型、偵察車型、走行回収車型、 走行救急車型、自走迫撃砲型などの派生型が開発されている。ウクライナの送輪走行車は、BTR-4 の他に、BTR シリーズの発展型である国産の BTR-94 と BTR-3 が輸出向けに開発されているが、これらは BTR-4 と違い原型の BTR-80 の影響を色濃く残している。 ウクライナ軍は BTR-4 の開発時期にロシア連邦のギャス製 BTR-90 を比較試験目的で導入している。ありがとうございます。